今日は早速伊達社長に日本のインバウンド事業やまちづくりや都市環境についてお伺いしようと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、します。伊達さんはおじい様が森トラストグループの、森グループの創業者でいらして、お父様は都市部の大型複合開発、それからリゾートの、ホテル開発運営などをなさってきました。はい、伊達さんご自身がテーマにしていらっしゃるものはありますか？はい、そうですね、私自身不動産セクターに約20年弱従事してるんですけれども、そういう意味では開発全般をやってますけれども、その中で特に力を入れてるのはホテル事業で、ですね。でさらにそのテーマとしては、実は私自身このホテル事業を始めた時に気がついたのが、日本というのはホテルということ、観光を一つの産業として捉えていない傾向があるということ、そしてまたインバウンド、海外にも向かってグローバルに展開する意味ではまだまだ開放されていなかったということを考えまして、そういう意味では観光というものを産業化しながら、日本を観光の先進国にできるような、そういったことを助けられるような事業をしていこうというふうに思っているところです。なるほど。実は会場の皆様に伊達社長からお伺いしてみたい質問が一つありまして、東京が繰り返し訪れたいと思うほど魅力的な街だと感じていますかという質問があります。ちょっとシステムではなく挙手でお答えいただけると嬉しいんですけれども、東京は繰り返し訪れたいと思うような魅力的な街だと思う方、挙手願いますか？結構あります、ね、ありがとうございます。挙げない方もいらっしゃるわけですいかがですか、こう見てそうですね、意外と上がってよかったなっていう弁当でも、上げてらっしゃらない方に失望をしたいなと、後で問題を教えていただきたいなというふうに思いましたね。なるほど。今いろんな方が東京に来ていらっしゃいますけれども、ビジネスも観光も含めて、いろんな方がいらっしゃいます。で、旅行者に関して言うと、チャートちょっと作っているんですけれども、昨年は前年比19%増の2800万人、11年の震災以降多い年には 40% を超える伸び率なんですけれども、このインバウンド需要の伸び方ってどうご覧になってますか？そうですね、やはり世界のインバウンドというのは大体 2-3% 毎年伸びていってますね。でそう考えると、同じシェアでいけばどこの国も 2-3% 伸びていくということだと思うんです。その中で 20-30% 伸びてきた、もしくは最初 40% 伸びてきたという東京のこのインバウンド、日本のインバウンドの伸びというのは大変異常なほど興味深い数字なんではないかなというふうに思っています。御社ももう早くから東京にそのグローバルブランドのホテルへの投資していらっしゃいましたけれども、それはやはりここの需要を見込んで今も積極的に進めていらっしゃると考えますか？そうですね、当初はグローバルブランドを東京に持ってくることによって、グローバル都市としての東京の位置づけを作っていきたいという考えでした。ですから需要のあるなしというよりは、供給することによって需要が生まれるだろうということでやっていたという状況です。で今となりましては、やはりたくさんのグローバルブランドがぜひ東京に出たい、ぜひ日本に進出したいという方向になってきてますので、そういう意味ではもう需要ありきの中で、プロダクト側が供給したいという環境になってきてるなというふうに実感してます。なるほど。そうは言うものの、今東京オリンピックっていうのが大きな契機になってまして、じゃあ東京オリンピックの後はどうなるんだろうかという思いがあるんですが、これはいかがお考えでしょう？そうですね、オリンピック誘致後本当にブームになり、年間 40% の伸びというのが起きてきたと思います。その後、20% になって 20% に減ってしまったと、つまり伸び率が20に減ってしまったという言い方をしていますけれども、それでも驚異的な伸びだということを、まず我々は理解しなければいけないと思っています。でさらには、やはり各デベロッパーがオリンピックまでにたくさんの開発を進めていっているのが今の実情です。場合によってはオリンピックに間に合わないものもありますので、その後の計画というのもすでに発表され、持続的に変化していくことがある種担保されているのが東京だと思います。そう考えますと、オリンピックということを契機に東京自体がさらに進化して、さまざまな商品が提供されていくような環境になりますので、私はさらに魅力が深まっていくことを考えると、やはり2回目のオリンピックである東京というのはロンドンと同じようなスタイルで、オリンピックがあったからさらに観光客は伸びていくような、そんな都市になるというふうに踏んでいます。東京以外というのはいかがでしょうか？
あ、そうですね。東京以外で言えばもちろん大阪が今とても人気のあるエリアだと思いますけれども、それ以外の地方というものも今後伸びてくるであろうというふうに私は捉えています。で、実際昨年ぐらいから伸び率を都市間比較していきますと、東京以外の場所の伸び率というのも随分上がってきている状況になっています。うん、この地方については御社はどのような対応をなさっていらっしゃるんですか？いいです、このグラフのいいか。グラフじゃない、御社 の、 取り組みといいましてはそうですね、私たちの取り組みとしては、東京でのまだ東京の開発の中にグローバルブランドを導入していくということは今後も続けていく予定です。そういう意味ではすでに3つの都心部でのホテルの計画がありますが、そのうちの2つはブランドを決めているという状態ですね。ただし東京だけではなく地方での展開というのも日本の観光の先進国にしていくためには必要であろうというふうに考えていますので、その他のエリアでも計画をしています。今20箇所ほどプロジェクトを持っていますので、そういう意味では17箇所ほど地方にホテルを供給する計画を立てています。なるほど。観光産業といいますと、安倍首相は観光が成長戦略の大きな柱で地方創生の切り札という発言もありました。具体的には2020年に訪日外国人数4000万人と、旅行消費額8兆円を目指しています。こういうターゲットを掲げているわけですけど、ここに課題はないんでしょうか？数に関してはおそらく今年3000万人超えるでしょうし、オリンピックの2020年、特に来年はさらに増えますね。オリンピック前ということで様々なこういった会議も多く予定されていることを聞いています。注目されているので伸びると思いますから、4000万人というのは、超える可能性もあると思いますね。2020年の目標に対して、ただし消費単価、消費額で言えば、6兆円ですかという目標については少し厳しいなというような状況にあると思っています。そこは何が問題となっているんでしょうか？そうですね、やはり4000万なり、将来6000万人を目標にし、8兆円15兆円という目標がありますけれども、それを実現するためには1人当たりの消費単価がもう少し上がってこないと実質計算上間に合わないというような状況になっています。そういう意味では、今のところ予定の消費単価にたどり着いていない。それはつまり消費したいと思うような商品の提供が遅れているということが言えるのではないかというふうに思っています。それはホテルでいうとどういう商品が？そうですね、基本的に、世界でいう消費単価、予算ですね、旅行に対する予算の高い、国というのは欧米系になるんですけれども、その方たちが、消費する比率として40% がホテル、宿泊施設と言われています。その宿泊施設がの供給が足りているかということになるんですけれども、今現在見ますとこれから供給される11万室という宿泊施設に対して約 80% がバジェット型、つまりビジネスホテル、部屋の規模の小さい宿泊特化型のホテルになってしまっているという状況になっています。そうしますと宿泊に対しての単価を予算として今日提供しようと思う旅行者から見ますと、それに見合ったラグジュアリー系のホテルが不足しているというのが今の東京も含め、そして地方はさらに少ないというのが一番の原因になっているのではないかなというふうに思います。現在の例えば国別の外国人数、日本を訪れる、円グラフが出ますかね、見ますと、韓国、中国、香港からいらっしゃる方が 75% で、ほとんど 75% アジアからということなんですけれども、で残りの4分の1の中で欧米が少し入っているという状況なんですが、こういう方々、日本に訪れている方の特徴を見たときに長期滞在型の需要というのはどの程度見ていらっしゃいますか？
そうですね、どうしてもアジア圏の場合は近いということもあり、短期的な滞在が多いと思いますね。でその代わりリピーターになっていただけるという良さがあると思います。で反対にやはり距離のある、国からの場合は、1週間以上滞在されて、そして例えば東京に入ったとしても別の地方に周遊する形で楽しまれるという旅行の組み方をされる傾向がありますので、そういった層というかマーケットというものをどうやって拡大していくかっていうのが、今の課題になると思うんですね。ただ残念ながら今のところ、東京での滞在で楽しめるような環境と類似した、宿泊施設が各地方で充実しているかというと、なかなかそうではない、というのが課題だと思います。で各地方には各地方の魅力というのはあると思うんですけれども、それプラス、旅行者にとって快適な、滞在空間というものを供給していかないと、こういった、長期的に旅行をしてくださる層というのを取り込むのは難しいのではないかなというふうに思いますね。そうしますと改めてお伺いしますが、御社のその地方への取り組みっていうのは、そういう方向へ向けて長期滞在型のものを作っていこうという方向にはあるんでしょうか。そうですね、長期滞在というのは、一箇所に長期滞在という考え方もあれば、その日本という国に長期滞在という考え方もありますが、私の場合は当然その一箇所でもいいと思っていますけれども、国内での長期滞在で周遊してもらえるような、そういう環境にしたいと思っているので、よって日本の中で海外の方が行ってみたいと思えるような場所に、比較的ラグジュアリーなホテルを点在させることによって、ディスティネーションということ言葉がありますけれども、目的を持って何か違うものを発見できるような場所、海外の方から見て、そういった場所をネットワーキングする、つまりラグジュアリーディストネーションネットワークというものをコンセプトにしながら、今のところ、多分11カ所ぐらいですね、都心部も含めてですけれども、11カ所にそういったネットワークを作っていくというのを今計画として考えています。で部屋数でいうと、今現在は1200合わせてですね、1200室ぐらいの供給になるという感じですね。そうやって考えると、御社のそのグループのポートフォリオの中で、この部分が占める割合っていうのも非常に重要な位置を占めてくることになりますか。そうですね、ポートフォリオで言いますと、すいません、やっぱりオフィスというのは一個一個の投資額が大きいものですから、そういう意味ではやはりオフィスというのは相当大きいですね、比率で言うと、それに対する7、3か8、2ぐらいですかね、やっぱ7、3ぐらいですかね、だんだん ホテルが増えてきてますから、3割ぐらいが、ホテルというポートフォリオで、その中でまた都心部と地方部とというふうに分かれていきますので、ちょっと比率って言いますとごめんなさい地方分の比率が分かりませんけれども、ただ増加率というのは今高いですね。これから数年間やっていく中での、我々のホテルはこの、そうですね、何年かかるか分かりませんけど、この 4,5 年の中で、今持っているものの、倍の量にしようと思っていますので、そういう意味では、加速的に投資をしているというような状態と言えますね。分かりました。もう一つちょっと会場の方にちょっと聞いてみたいなとおっしゃっていたことがあるので、また挙手でご協力をいただけるとありがたいんですけれども、東京以外の日本の地方都市に観光でいらしたことがある方、挙手願えますか。こんなにいらっしゃるんですね。京都以外に行ったことのある方はどのぐらいいらっしゃるんですか。でも意外と皆さんいらっしゃってますね。すごいですね。こうやって考えると日本ファンなんですよなかなかそういう意味ではポテンシャルも大きいと、あると思いますね。実はやはり都市として地方都市で観光客数が伸びているところはやはり当然京都、それから沖縄、北海道っていうのが非常に分かりやすい場所になってますね。でこれはなぜかといえば、当然古都、歴史的なもの、雪、スノーパウダー、そして海、本当に綺麗な海って
いうものがあって、非常に分かりやすいコンテンツ、キラーコンテンツがあるんだと思うんですね。でそれ以外も各地方に独特の、まあ、金沢のようなところもあれば、文化芸術的なものもあると思うんですね。でそういったものをうまく浮き彫りにしてあげて、そしてそういった行きたいと思う場所の、 施設的な受け皿も整えていってあげると、もっと皆さんが行きやすい場所は増えるのではないかなというふうに思いますね。一つ、その一人当たりでも現在 の旅行支出額って大体 14、15万円なんですけれども、これ長期滞在型にすることでどれぐらいまで伸びるものなんでしょうか。そうですねそこまで考えてませんけど、でも今14、15万になってます。そうですね、25、6万ぐらいにしなければ、GDP の計算上間に合わないんじゃないでしょうかね。6兆円、8兆円、そうですね、8兆円15兆円の流れに持っていくためには。なるほど、はい、そうすると、まあ、御社はその地域の魅力の発信と合わせた形での開発を今後もそうですね。ですから当然宿泊施設のいいものがあり、そこでの食事ももちろん楽しんでいただきますけれども、まあ、当然外での食事もですね。でそれから今はいわゆる物ではなくこと消費と言われてますから、そこで何か体験するであるとか、まあ、もしくは物であっても本当にその場所の良いものを、わざわざ買ってみたいなと思う、まあ、品質の高いものというものが提供されれば、やはり皆さん、まあ、買おうと購入しようという気持ちになり、その地域に対して経済的な効果が生まれるとは思うんですね。でそれがかつての日本の観光のあり方はドメスティックで国内向けのものであったし、そこであるお土産というのは非常に形式的にパターン化されていて、安価なもので、まあ、そのまま持って帰って会社の人に配るとか、そういったものであったと思うので、それでは消費単価は当然伸びないでしょうし、それから宿泊施設も例えば1泊2食、まあ、1万円とか1万2千円とか、という形で、まあ、割とリーズナブルでちょっと満足できればいいんじゃないかなというような商品構成だったんですよね。でそういったものを、そのラグジュアリー向けに、どのぐらい変化させながら本当に満足度を高めてあげるか、その満足度が高まることによってリピーターにもなっていただけるし、まあ、場所を変えて他のところもという方もいらっしゃれば、まあ、今 SNS の時代ですから、どうやって周りの方に拡散していただくかによって、まあ、人は増えてくる、というふうに思ってますから、まあ、商品も変わるしマーケットも変わると、そうなると、まあ、今の若干過去数年間は数字を追っていた時代だったと思うんですけれども、やはり量だけではなく質を追う、ということをしなければいけないし、まあ、受け手である我々もそれを意識して地域全体で開発を進めていかなければいけないというふうに思ってますね。はい、残り時間少なくなったんですけれども、最後に、まあ、日本の数少ない女性トップとして女性の視点を生かした、今寮から質を追うっておっしゃってましたけれども、そのあたりで生かしていることがあればお聞かせ願いますか。そうですね、分かりやすく言うと競争より協調であるということと、それから短期的な結果を求めるよりは 長期的な中での結果が出ればいいなというような視点でやっています。それはもしかしたら非常に女性的な特質なんではないかなというふうに最近思っているところですね。はい、ありがとうございます。今後も観光産業、そして日本の魅力の発信にぜひぜひご活躍を期待しております。はい、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。